こんにちは。すごいね、映画みたいなことが起きてますね。ソフトバンクが楽天を訴えてるんですよね。まあ、これは照明が落ちました今ね。どういうわけか。これはどういうことかっていうと、楽天の社員で元ソフトバンクの社員が、まあ、5G に関するデータを持ち出してですね、で楽天でそれを展開させる、要するに産業スパイだったという話なんですよ。でこういうふうな記事になってます。ソフトバンクは 5G に関する営業秘密を持ち出したとして、元社員と転職先の楽天モバイルに対し10億円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こしましたと。ソフトバンクはおよそ1000億円の、まあ、既存があると主張していて、請求権は今後拡張することがあるとしています。まあ1000億円じゃ済まないでしょうね。これはね、産業スパイってのはすごいですね。映画みたいですね。元社員は不正競争防止違反の罪で2月に起訴されていますということなんで、いや割に合わないことしましたねこれはね。ただ報酬はべらぼうだったと思いますよ。楽天の三木谷社長もちょっとねせこいことするなと思いますけども、もしかしたらこれは 5G を持ち出したその社員たる、まあ、この起訴された犯人がですね、楽天の方にセールスをかけたのかもしれません。 5G の秘密を持ってるから雇ってくれませんかということでね、多分なかなか高い給料で転職されたんじゃないですか。でもこういったものっていうのは一時情報を販売するだけして、別に転職してどうこうじゃなくてね、一生分合流できるようなお金いただいてもよかったんじゃないかなと思いますけどね。まあでもこれはねちょっと許されないことですね。楽天モバイル側は営業秘密を当社業務に利用していたという事実は認められておりませんと。裁判において当社の正当性をと書いてますけども、まあ営業に用いられてなくてもね、これから用いるかもしれないでしょう。そう考えたらこの裁判、今まで持ち出したそういった情報を、ね、使ってないからどうこうってことじゃなくて、それを持っている、もしくはそういう社員を受け入れているってことに対して大きな問題があるんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。それじゃあですね、ニュースの動画、こちらの方は動画概要欄に貼っておきますのでご覧いただければと思います。本当にすごい事件があるもんですね。